東京都体育館の試合場、いよいよ第5回オープントーナメント全日本空手選手権大会の決勝を迎えます。予想通りこの決勝に勝ち残りましたゼッケン64番山崎輝友2段。この山崎輝友2段は第1回のこのオープントーナメントに引き続きまして2度目の優勝を狙います。一方のゼッケン8番牢山初夫3段はキャリア10年初優勝をかけましてこの後の決勝に臨みます。この注目する決勝戦の主審は大山茂6段。やはり山崎の蹴りそして大山の突きがポイントになると見ていいでしょうか。そうですね、早くも山崎が右左左2発低いそして高い蹴りを見せました。決勝戦蹴ってないですね。落ち着いてますね牢山選手。キャリア10年牢山じっとその山崎の蹴りを読んでおります。癖分かってますね蹴って。山崎が勝てば2度目の優勝、牢山が勝てば初優勝。今のいい前蹴り入りましたね牢山選手。インサイドに決まります。低い牢山の蹴りであります。回し蹴りが出ております牢山。脇腹に今度は高い回し蹴り牢山。非常に前の取り方ですね。いいところに牢山の回し蹴りが決まってます。ちょっと牢山選手ね豪快ですね。牢山の右の突きに圧政権小手試合使い分けうまいですね。左で牽制しておいて右の突き牢山。この辺りいかにもキャリア10年のそのキラリと光るものが出てる感じですね。高に癖を知ってますから任せないですね。でもちょっと落ち着いた方の牢山選手今のところいいですね。そうですか。山崎選手今のこう持っていき方前足を下げて持っていき方知ってるんですね牢山選手。だからかからないんですねあれが。あれ一番得意技なんだと思うんですけど山崎選手の受けてすぐ前足下げてその前足で蹴る。ついてますね牢山選手立派な立派ですね。ああいう試合の持ってき方は。山崎は準決勝で佐藤俊一を下し決勝進出。一方の牢山の方は優勝候補と目されました同じ佐藤ですが勝明選手を下してこの決勝に進出しております。残り1分となりました。3分間で争われておりますこの決勝戦すでに2分を回っております。回って右の突き鋭く決まりました。牢山です。もう一発脇腹に決まりました右の中段突き。いずれも中段突き牢山。もう山崎選手の前足の回し蹴りが入るのが分かってるんですね。ですからもう常に右手が上がってますね。そうですか。角度のいい蹴りなんですけども受けが非常にうまいですね。残り2分を回った、はい、残り1分となったところで、牢山のあの再三の右の突きがポイントになってるでしょう。全部蹴りが受けられてますね山崎選手。あと決勝戦残すところ10秒を切りました。これまでのところポイントでは牢山が抑えている。もうほとんど時間がありません。さあやめの太鼓がやがてなろうというところ。睨み合いです。今やめの太鼓が鳴りました。さあ果たして優勝は牢山か山崎か。赤3本でした。主審大山茂自ら赤大山初優勝であります。大山初夫三段この第5回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で初優勝を飾りました。大山君試合前に私言ってたんですけどね、優勝しなければ2位も3位もいらないって言ってるんですね。彼はもうこの試合の試合に対する決意非常に厳しい気持ちで持ってきましたね。精神力落ち着いてますね。全て立派です。
決勝戦の前半は牢山のあの低い回し蹴りが目立ちましたね、はい、そして後半に入っては山崎に蹴らせた後、はい、飛び込んであの右の中段突きが非常に目立ったんじゃないですか、はいはい、いいですね、立派です。山崎さん非常に立派ですね。山崎2度目の優勝の野望はついえました。ついえましてね、牢山選手初優勝であります。研究して初優勝ですね。立派です。これで、この第5回オープントーナメント優勝がご覧いただきましたように、はい、この人牢山初を3段に、そして2位が今決勝戦で敗れました、はい、山崎照友2段に、そして3位は佐藤俊和、4位佐藤勝明、はい、この3、4位は、試し割りの数で決まっております、はい。